ロシア艦隊と中国軍艦、北海道と沖縄で確認。防衛省が16日の午後2時頃、中国海軍のルーヤン3級ミサイル駆逐艦1隻を沖縄県の宮古島周辺で確認したと発表しました。また、同日午後10時頃にロシア海軍のミサイル護衛省海底6隻など合わせて9隻を北海道の創薬海峡において 確認したと発表しておりますが、ミサル昇海艇が一度にこれだけの数が確認されるのは珍しいものと思われます。まあ、このような中国やロシア軍の動きに対抗するためか、今年に入り日米は空母を含む3回目の共同訓練を実施しておりますが、現状、ロシア軍がウクライナ周辺に兵力を集結させており、極東、 日本周辺からも兵力をウクライナに移動させているため、ロシアの軍艦が多数活動し、日本などを牽制しているものと思われますが、まあ、今後例えば日本政府は北海道やその周辺において北方領土奪還を想定した自衛隊の訓練を実施するべきではないでしょうか。まあ、こちら実践的な内容とし、 北方領土の奪還に必要な実際の兵力を集め演習を実施その後、ウクライナ情勢が落ち着くまで部隊を展開し続ければ、ロシアに対して相当程度の圧力をかけることができるものと思われます。その場合、ロシア軍はウクライナ周辺から部隊を引き上げる可能性があり、ウクライナやヨーロッパ諸国、またアメリカに 相当程度、恩を売ることができる可能性もございますが、恩が売れた場合、対中国でアメリカやヨーロッパの協力を得やすくなるのではないかと思われますので、日本政府には、北海道周辺における離島奪還訓練の実施を準備していただき、まあ、こういったロシアなどによる 軍事的な恫喝に対して、日本としても力で対抗する意思をしっかりと示していただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。